知っている人は得する、リサイクルショップの上手な使い方。昨今、リサイクルショップが人気です。理由としては、コロナウイルスで巣ごもり、片付けをする機会が増えた結果、少しでもお金になれば、と思う人が多くなったことが挙げられます。しかし、実際の声として、売ってみても、なかなかお金にならないという声があり、確かに家電やブランド品を買い叩かれてしまったというネットの書き込みなどもあります。なぜ、こういうことが起こってしまうのか、リサイクルショップの上手な使い方をプロが解説します。それではまず結論です。リサイクルショップの上手な使い方は、急ぎの時だけ利用する、です。これを知っておくだけで、お金、時間どちらも得になりますのでぜひご覧ください。急ぎの時だけ利用した方がいいたった一つの理由、それは高価買取してもらいにくいからです。これには在庫を抱えるリスクが大きく関係しています。基本的に、物を安く買取し、高く売ることで利益を上げることが目的なわけですから、買い取った物が売れないと、赤字になってしまいます。メルカリやオンラインショップであれば、店舗はありませんが、リサイクルショップの場合、店舗の賃料などもかかってくるわけですね。そうなると高価買取はしにくく、特にベッドやソファーなどの大型物は面積を取りますから買取してもらいにくいわけです。また買取してもらいにくい理由として、店舗で直接商品が見えるため、そもそも値段がつきにくい形態ということもあります。冷蔵庫や洗濯機など使用感の出やすい家電は細かく見ると小さな傷や汚れも見つけやすいです。それは服や靴など何でも同じですね。例外として、人気のゲームなどはネットでも店舗でも変わりにくいというくらいでしょうか。リサイクルショップは急ぎの時は便利です。持ち込み買取、出張買取で査定はしてもらいやすいですし、こんなものまでという幅広い商品が買取してもらえます。またソファやベッドなど大型家具は買取は難しいが、無料引き取りはしているという場合もあります。大きい家具の処分には1点1000円から2500円かかりますので、無料は嬉しいですね。ちなみにリサイクルショップ以外で処分する場合のおすすめは、フリマアプリとネット買取専門店を利用することです。フリマアプリの場合は、商品をきれいにし、写真をたくさん載せて細かく説明すると高く売れ、買取専門店の場合は特定商品の専門店を使うことが高価買取のポイントです。スマホ、ブランド品、家電など商品名プラス買取で検索すると良いですね。専門店であれば実店舗でも構いません。売る前の大前提として、不要品と不要品の違いも押さえておきましょう。不要品は壊れていて使えないもの、不要品は使えるけど必要ないものという違いがあり、前者の場合リサイクルショップ、買取専門店、フリマアプリとどれにしても売るのは難しいです。またどちらでも解体して小さくすれば一般ゴミとして出すことができますよ。最後にリサイクルショップの上手な使い方まとめです。まずは時間があるかないか判断。時間がない場合はリサイクルショップを利用し、ある場合はフリマアプリや専門店を利用し、一つずつ処分。これでお金を節約できます。そして時間あるなしに関係なく、壊れている不要品は解体してゴミに出すと処分費がかからないということですね。不要品をお得に処分する方法は概要欄のブログや動画をどうぞ。この動画は以上です。ためになったという方はチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。皆さんのコメントもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。暮らしの困った何でもエコ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 。迅速対応、真面目な何でも屋さん、エコエコで検索。